はい、テロですね。100グラム以下、約80グラムですかね。このドローンを使ってよく室内で練習をしております。テロには GPS がないので、裏のここですね、ポジションセンサーのところをこうテープで塞いでやると、ATTI モードになりますので、これでいつも練習をしております。はい、練習環境ですけども、まあ、6畳の間ですね、普通の6畳の間です。そして扇風機で、この飛行させるとこあたりに風を送って、練習してます。でちょうど飛行させるとこがですね、だいたいこんなもんじゃない、まあ1メートル、風速1メートルぐらいですね。はい、風速だいたい1メートルから少しこっちへ回ってやると1.6 とか 1.8 とかですね。はい、そういったような環境で練習をしております。はい、ちなみに通常ですね、こうポジションセンサー生きたままで飛ばしてやるとどうなるか。はい、非常なんですが、コントローラーが手になっても安定しています。ここでフリューサファリーですね。このままで、360度に着いたと。はい、砂が通っただけでいつも簡単に空絶飛ばしになります。それでは、ATTI モードなので、で風が大体1メートルくらいですね、バリングしてるので、それで結構流されます。はい、全然流されます。まあ、コントロールだけでかなりついてると思います。私は、まあ、日頃、このテロで、練習してます。これはまあ練習というか、もう70時間経ちなんで、ボケのお休みですね、指のリハビリということで、この練習をやっています。だいたい1回4セット、バッテリー4本分ですね、やります。これ4本やるとかなりヘトヘトに疲れます。1メートルの風の中ではちょっと止めるだけでテロ使いでなかなかできません。
なくても API でこう開発するっていうこの練習はですね結構役に立つと思います。例えば180°とかですね、180°ですね、はい、これ撮影なんかも使いますので